1985年に第1作、1986年に第2作が TBS で放送された夏体験物語。過去放送の毎度お騒がせしますと道路線のちょっとエッチなドタバタコメディドラマです。しかし毎度お騒がせしますよりお色気要素がややマイルドとなりました。その影響か視聴率は伸びず6話で打ち切りとなりましたが、翌1986年に出演者を入れ替え第2作が制作されています。この夏体験物語の主な出演者の現在についてパート1としてご紹介します。杉本由紀、中山美穂さん。中山美穂さん演じる杉本由紀はちょっと素行不良の家庭に事情を抱える女子高生役でした。中山美穂さんは1970年生まれ、東京都出身です。中学1年生の時にスカウトされ芸能活動をスタート。1985年に毎度お騒がせしますで女優デビュー。続けて出演した映画ビーバップハイスクールも大ヒットし、スターの仲間入りを果たしました。私生活では2002年にミュージシャン小説家の辻仁成さんと結婚し、一児を設けますが、2014年に離婚されました。現在はフランスのパリと東京を拠点として主に音楽活動に専念されています。村木すみれ、網浜直子さん。網浜直子さん演じる村木すみれは杉本由紀と同級生で女子高生ながら妊娠してしまうという役でした。網浜直子さんは1968年生まれ、兵庫県神戸市出身です。中学卒業後、ミスセブンティーンコンテストでグランプリとなり芸能界入り。翌年映画で女優デビューします。女優として活動する一方、アイドル歌手としてシングルもリリースされています。1992年には飯島直子さんとダブルナオというユニットを結成された時期もありました。テレビ番組の共演がきっかけで、モノマネタレントの松山三四郎さんと1998年に結婚されました。男のお子さんが二人いらっしゃいます。網浜直子さんは現在も女優、タレントとして活躍中です。長浜恵子、美穂さん、少女隊。美穂さん演じる長浜恵子は好奇心から女子の先輩とキスしてしまう、そんな不安定な心情を持つ役でした。美穂さんは1969年生まれ、神奈川県出身です。1983年、オーディションを経て少女隊として芸能界入り。少女隊はテレビに露出しないという方針で、当初はブレイクしませんでしたが、その後アイドル職を押し出し人気となりました。美穂さんは1989年の少女隊解散と同時に芸能界を引退し、後に一般男性と結婚されています。お子さんは3人おられるようです。現在美穂さんはヨーロッパの古着を扱うウェブショップを経営されています。島光子、玲子さん、少女隊。玲子さん演じる島光子は、奥手だけれどけしかけられて好きな男子を誘惑しようとする可愛らしい役でした。玲子さんは1969年生まれ、神奈川県横浜市出身です。1983年、オーディションを経て少女隊として芸能界入り。少女隊での活動後、活躍の場をドラマや映画、グラビアへとシフトさせますが、それほど出演作は多くありません。プライベートでは、お子さんがおられることを自身のブログで報告されていますが、夫についてなどお子さん以外の情報は不明です。玲子さんは現在、アニメの声優や海外ドラマの吹き替え、ナレーションといった方面で活躍されています。森山京子教諭、石田恵里さん。石田恵里さん演じる森山京子教諭は、杉本由紀らが通う高校の教師という役でした。石田恵里さんは1960年生まれ、熊本県出身です。幼少の頃から歌手を目指し、中学3年の時音楽学校のオーディションに合格し入学。高校1年の時クイズ番組アシスタントでテレビ出演。これが実質的な芸能界デビューとなりました。結婚は1985年ミュージシャンの吉野藤丸さんとされましたが、1990年に離婚されています。お二人の間にお子さんはおりません。石田恵里さんは現在も女優として活躍中です。沢村勇、黒田アーサーさん。
黒田アーサーさん演じる沢村勇はちょっとナンパな大学生でちょっと悪な役でした。黒田アーサーさんは1961年生まれ、アメリカのサンフランシスコ出身です。6歳で日本へ移住しました。オーディションを経て芸能事務所へ入ります。大学在学中にテレビドラマ出演で俳優デビュー、プレイボーイがハマり役となります。2007年に23歳年下の一般女性と結婚しますが、わずか1年でスピード離婚し、2011年に17歳年下の一般女性と再婚されました。黒田アーサーさんは現在も俳優やタレントとして活躍中です。矢野教諭、荒井康弘さん。荒井康弘さん演じる矢野教諭は、心配性で胃を痛めている教師という役でした。荒井康弘さんは1956年生まれ、東京都出身です。子役として幼少の頃から芸能活動をされました。テレビ出演はそれなりにありましたが、知名度が上昇したのは、アイドルグループズートルビの活動を始めてからです。ズートルビは音楽活動を行うとともにバラエティも進出し、人気となりました。荒井康弘さんは結婚してお子さんもいるようですが、プライベートな情報がほとんどなく詳細不明です。荒井康弘さんは現在、主に俳優として活躍されています。川原健、長島直人さん。長島直人さん演じる川原健は、杉本由紀の同級生で杉本由紀に思いを寄せる役でした。長島直人さんは1968年生まれ、東京都出身です。1985年、夏初体験物語でドラマデビューを果たし、芸能界入りします。同年にシングルを発表し、歌手デビューもしました。しかし、もともと本人の希望がバンド活動であったため、1987年に活動を停止、事実上芸能界を引退されました。結婚は一般女性とされ、男と女のお子さんが一人ずついるようです。長島直人さんは芸能界引退後ライブ活動をしていましたが、現在についてはよくわかっていません。岡正一、佐藤健太さん。佐藤健太さん演じる岡正一は、杉本由紀の同級生で男性が好きな男の子の役でした。佐藤健太さんは1967年生まれ、東京都出身です。中学時代にジャニーズ事務所に入り、芸能活動を開始。同時に音楽学校に入り、歌詞の勉強を行います。16歳の時、夏体験物語のレギュラーに抜擢され、俳優デビューし、本格的な芸能活動を行うこととなりました。佐藤健太さんの結婚やご家族については、よくわかっていません。1989年のスーパー戦隊シリーズでドラマ初主演を果たします。スーパー戦隊の主題歌も担当し、日本ゴールドディスク大賞の受賞経験もあります。佐藤健太さんは現在も俳優として活動されています。金井玉次郎、吉幾三さん。吉幾三さん演じる金井玉次郎は、杉本由紀らが通う高校の教師、覗きをするようなハレンチな役でした。吉幾三さんは1952年生まれ、青森県出身です。中学卒業後上京し、作曲家米山正夫さんに弟子入り後、アイドル歌手としてデビューしましたが売れず、その後フォークソング路線に変更。1977年に発表した、俺は絶対プレスリーがヒット。さらに1984年、オラ東京さ行くだが大ヒットし、スターの仲間入りをしました。結婚は一般女性とされ、お子さんが3人おります。吉幾三さんは現在も歌手、タレントとして活動中です。古沢小町、塩沢時さん。塩沢時さん演じる古沢小町は、杉本由紀らが暮らす学生寮の寮長という役でした。塩沢時さんは1928年生まれ、東京都出身です。1947年、東宝ニューフェイスオーディションに合格し芸能界入り。女優として活動されますが、1970年代から戦隊ものなど子供向け番組で色物役が大当たりし、ブレイクしました。また、癖のあるキャラクターでバラエティ番組でも活躍しました。結婚はされていません。塩沢時さんは2007年、癌のため永眠されました。79歳でした。櫛田信行、清水幸次郎さん。清水幸次郎さん演じる櫛田信行は、沢村らとつるんでいる大学生で遊び人風の役でした。
清水幸次郎さんは1964年生まれ、東京都出身です。高校在学中にスカウトされ芸能界入り、1981年アイドル歌手としてデビューしました。転機は1985年に出演したビーバップハイスクールで大当たりし、以降俳優として活動することになりました。結婚は一般人女性とされ、お子さんが二人いるようですが、詳細は分かっていません。清水幸次郎さんは、現在も俳優、タレントとして活動中です。極悪同盟、ダンプ松本さん。ダンプ松本さんは本人役で登場されました。ダンプ松本さんは1960年生まれ、埼玉県出身です。高校卒業後、憧れていたビューティーペアのようになりたくて女子プロレス界入り、1980年プロデビュー。1984年、リングネームをダンプ松本に改名し、ヒール軍団極悪同盟を結成すると、女子プロブームもあり大ブレイクしました。特にクラッシュギャルズ対極悪同盟の構想が人気となり、一世を風靡します。ダンプ松本さんは結婚をされておらず、現在は主にタレント活動をされています。極悪同盟、ブル中野さん。ブル中野さんは本人役で登場されました。ブル中野さんは1968年生まれ、埼玉県出身です。中学1年の時、全日本女子プロレスに入門しました。1983年プロデビュー。デビュー当時は素顔でリングに上がり、それなりの人気がありましたが、1985年、ダンプ松本さんの誘いで極悪同盟に入り、ブル中野と改名、悪役レスラーとなりました。1997年引退し、渡米、プロゴルファーを目指しましたが、断念されています。結婚は2010年にムエタイ選手の青木大輔さんとされていますが、お子さんはいません。ブル中野さんは現在タレントとして活動中です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。